なんかそこまで空いてないですよね、だって。え、あれあれできてるかな、配信できてるか。あ、コメントがねいっぱい来てるね。あ、すごいコメントたくさん。コメントたくさんだ。嬉しい。あれ告知してたっけ、告知してたっけ。あれなんでみんな来てるんだ、告知してたからかな。してた、してたっけ。通知かな、通知来るからって。みんな待ってたのよって。ありがとうございます、ありがとうございます通知してないの、してないの。え、通知してくださいよ、飛んできてください。マイハニーかわいい、好きって。あ、ちょっと今日はなんかデレデレじゃないですか。僕のショールーム始まるの、スマホをずっと、持ってずっと待ってて、ありがとう、嬉しい。私も早くしたかったです、ショールーム。やったー、ちょっとちょっとお久しぶりじゃないですか。みんなどう、最近元気ですか。やっほー。行くわ。今日はねお仕事早めに終わったんで、なんかお家のこととかいろいろやってました。なんか久々のすっぴんだからなんか大丈夫かなと思って、15分くらい、本当はね15分前に配信しようと思ったんですけど、そう、風呂上がってです。なんか久々のショールームっていうのもありつつ、すっぴんで配信することにちょっと戸惑っちゃって15分くらい配信できないでずっと画面の前にいました大丈夫かなって思いながら、まあでもちょっとはい、いっかと思って。今日のお洋服はもうねパジャマなんだ、ごめんね。今日もパジャマです。なぜ戸惑う、え、かブスすぎて配信できないやってなったんだけど、まあでも明日できるかな。明日もね配信できたらやるので、はい、うんうんうん。そう、すっぴんなの、すっぴんに見えませんか。全然すっぴんに見えますよね。パジャマでドライブしようよ。あ、パジャマでドライブ、寒いよ寒いよ寒いよ。車の中が暖かかったら最高だよね。すっぴんには見えるでしょ。そう、それが伝わるなら よかったよ。目キラキラしてて、そう、お家の電気変えたの今日。身長足りなさすぎてさ、なんか電気のところに手が届かなくて、椅子に乗ってね、なんとか。そう、電気変えたんです。だからちょっといつもより画質いいっていうか、明るいかも、うん、そうなんです。今日めちゃめちゃショックなことあったんですよ。今日いろいろやってたらね、すごいショックなことあって、親にね仕送りしようと思って、なんかやってたらなんか違う人に送っちゃってすごい最悪だから違う人にお金いっちゃった。だからそう、それのなんかいろいろ銀ね、あのや、そういろいろなんかやって、でももう向こうの方にそう組み戻しして、でそう660円払って、でも戻ってくるか分かんないから、そんなことある、あったんですもうすごい泣きそうになっちゃってって思いながらって感じうーん、本当になんかいろいろあってちょっと大変でした今日は。まあでも、まあ日々の積み重ねで来世生まれてくるときにいい、なんかね得しようと思ってね、大変でした今日いろいろ。でもなんか やらなきゃいけないことは全部済ませれたから良かったです。
そう、全然お家のことを最近何もできてなかったので、なんだろう、やることをいろいろ済ませれたからよかった。でもびっくりしちゃった、なんか、あ、タワー来た、もちもちだ、ありがとう、もちもち。間違えて送ってしまった分は補填してきます。あ、え、優しすぎる、そういうのじゃないからやめてそういうのじゃないけど、本当ありがとう、もちもち。いやでもびっくりびっくりびっくりしちゃったの、本当に。なんかこう明細書を見た時にあれみたいな、親の名前じゃないって思って、ちょっと私がちゃんと確認しとけばよかった、その確認ボタンをちゃんと押しちゃって。なんかお肉来た、え、みんな、なんかお肉、お肉来たんだけど、初めて、カズさん、お肉、え、焼肉タワー、はすごい、え、私お肉大好き、え、すごい、今日までなの、あ、やった、今日配信できて嬉しい、今日までだって、今日限定じゃん、え、美味しそう、お腹空いちゃった、今日からダイエットなんだ、だから目で見て食べた気になろう。え、嬉しい、ありがとう、いい肉の日だ、あ、そうじゃん、11月29、あ、うん、一人焼肉行きたかった、でもね今日からねダイエットしようと思ったからね、今日何も食べてない、はあ、嬉しい、ありがとうございます、やった、そうだね、うわ忘れてた、お肉が安い日だ、私毎回11月29の時家族と焼肉行ってた、去年覚えてる、去年は家族が福岡いて、あの焼肉屋さん行ったの、この日にちょうど去年の、そう、お肉が安い日、半額の日は焼肉食べたい、一人で行けばよかった、でもダメだ、ダイエットだからいっぱい食べちゃうね、行ったらねそう覚えてんの、去年ねお母さんたちと行ったのよ、本当に、ありがとうカズさん、そうじゃん、忘れてた、すっかり11月29や、そうだったね、はあ、ゆくりん一人焼肉やるのね、え、いや、そうやるやる、一人焼肉やるの、でもダイエット中だから行ってないんだよね、食べ物について、でも今日別にお腹すいたっていう気持ちもなくて、そう普通に忘れてた、あね、天神ホルモンとかがね安い日ですよね、天神ホルモン懐かしい、最近全然行ってないね、あ、口座の着せ替えできましたよ、西日本シティ銀行のアプリできた、あれですね、変な気持ちになっちゃいますね、自分に残高見られてるっていうね、今月全然残高ないから、ちょっと天神ホルモンとは知らない、福岡だけかな、天神ホルモンは好きで行ってたんですよ、そこのマルチョウが好きでよく家族と行ってたんですけど、年を取るたびにマルチョウがね食べれなくなっちゃって、こりゃまたびっくりだから最近は行けてないかな、あ、でも行ってるかな、意外と行ってるかもしれない、天神ホルモン行ってるかも、こないだね、誰だったっけ、失礼だ、ね、ね、あ、いぶきだ、いぶきと行きましたね、天神ホルモン、この間っていうか、まあ、ちょっと前かな、お仕事終わりに天神ホルモンお昼ランチやってて行って、そこでなんかご飯の上に天神ホルモンのホルモンとか乗せて卵をかけて食べるっていうのがなんかあって、それがどうしても食べたくてね行ったの、2人で、そう私が誘って行ったんだ、珍しい、で食べました、したらいぶきあんまり食べんくて、おごったのって、
後輩は後輩の時はおごりますね、まあ、自分から誘ってるんでそこはね先輩おごらないといけないです。でもな、大人数で行く時は割り勘の方が多いかな。なんか5人6人とかで行く時はさすがに全員分払ったら田中さんもね破産してしまうから、そうなんかそう、まあ、2人でとかかな、せめて後輩2人とか食べるものにもよるけど行きますよ。先輩におごってもらってるので、はい、学んだことやってすごい。なんかね、タレこれタレかな、タレじゃないけど普通の焼肉来た、ありがとう。田中先輩におごられたい。おお、いいよ。何食べる？なんか美味しそうに食べてるのを見るのが好きなので、こうメンバーとかとご飯行ってメンバーがこう美味しいって言って食べてくれてるの見てもうお腹いっぱいみたいな気持ちになっちゃう。おじさんおじさんかなみたいな、うん、なんかそれで満足しちゃいますね。はい、天神ホルモン検索してみたらホルモンなのに結構お高い。本当ですか？お高いのかしら。でもランチとかは安いですよ確か、うん、夜はお高めなのか。夜はどこも割とご飯屋さんお高めになっちゃいますよね。はじめましてですが、おごってもらいます。あ、そうです。無理ですね。ごめんなさい。あ、そうね。6期生のオーディションとかも開催されるし、熊本城ホールでのライブも決まったよね。めちゃめちゃ嬉しい。久しぶりの2年ぶりぐらいのライブツアーじゃないでしょうか。来年の、まあ、5月らへん。まあ、まだまだ先なんですけど。めちゃ嬉しい。全部申し込むの。うわ、嬉しい。ありがとう。神奈川でもあるし福岡もありますよね確か。5会場4会場ぐらい、横須賀、渋谷、愛知、熊本、4会場かな来年ね。でも割と結構期間が空いてからのライブツアーの発表だったから、その期間詰め詰めだったら、その10周年で100曲ぐらいみんなで頑張ったのにすぐまた覚えるものがあるんだっていうね、切羽詰まっちゃったと思うから、いい感じのね日程というか日付じゃないでしょうか。楽しみね本当に。いや熊本でっていうのが嬉しい。その4会場の中に熊本城ホールが入るっていうのが本当に本当に本当に嬉しい。やった、うん、なんかつい最近その熊本のイベントのトークショーに出させていただいた時に熊本でライブしたいですって知らなくて話してたばっかりだったから、まさかその2日後くらいにライブツアー決まるなんて思ってなかったからめちゃめちゃ嬉しいです本当に。家族も来たいって言ってて、来年の何月だ、 3,4,5 月ぐらいのライブツアーなのに、親がもうね家族全員分お金払ってでいいので取ってくださいと連絡来てもう忘れとると思うのに、そう家族も待望の熊本でのライブ嬉しい。めちゃめちゃぜひ地方の遠方の方も遠征してしに熊本とか来てください。美味しいのいっぱいあるし本当に。お、すごい優しい。もちもち4月 8日に横須賀で、4月10日に渋谷で、5月1日に愛知、5月7日に熊本を出すって言っちゃう。熊本です。ホテル予約したの早い、早すぎる。いいですね。美味しいもの食べるのがメインだったりする。いやそう本当に熊本は美味しいものがいっぱいあるので食べてもらいたいです。焼肉とか馬刺しとか、最近知った美味しいお店とかもあるのよ。だから行ってもらいたいわ。熊本以外ならいけそう。逆に確かにそうですね、関東とかにお住まいの方はそうなるのかしら。あ、メインはミクリンやった、失礼だって殴るぞあら嬉しいで、でも本当にライブツアーめっちゃ嬉しいけど、なんかもう泣きそうになっちゃってさ、10周年の
そう、27日にさ発表されて、で村重さんがなんかねさちっちゃい声で「え見に行きたい」って言ってて、もう涙目になっちゃう。本当にね、もう泣いちゃいましたよね。本当に見に行きたいって言ってて、確かにその時には村重さんはいないんだと思って、なんかこの今そのステージに立ってたメンバー全員ではそのライブツアーできないんだって考えたらすごい悲しくなっちゃって、あとここにいる何人で一緒にライブができるんだろうと思ったらもう涙止まりませんです。ちょちょ切れる本当にね、悲しい。したらなんか村重さんが小声で卒業した後6期生のオーディション申し込もうかなって言っててなんかさ面白すぎてさ、私それすごい MC で言いたかったんだけどさ、もうすごいなんか MC ポンポコポンポコ進むから全然話せなくて言ってたのよ村重さん。しかもマイク通さないでさ普通にさ、お卒業して6期生のオーディション俺受けようかなみたいな言ってたからさタヌキか、うん、そうポンポコポンポコ進むの本当にね。なんかすごい来た、誰だ白崎さんじゃん、可愛い、いっぱい、あう、え、うん、ん、え、白うさぎさん、十びっくりした、10万円投げてきたのかと思った、怖い、びっくりした、本当にやめて、はあ、びっくりした、びっくりしただってさ、なんかギフトのところ見たらさ焼肉かける10で1万 G みたいな買い取ったからさ、1万 G だって、何 G おもんなびっくりしたじゃん、本当にびっくりした、はあ、ありがとう。で、いや、タワー1本分じゃないですか。え、ありがとうございます。消えちゃうのもったいない。ありがとうございます。白崎さん泣いてる。どうしたの？アバターめちゃめちゃ泣いてる。大丈夫？泣いてるよ。元気？どうしたの？投げすぎて破産しちゃって泣いちゃったかな？大丈夫？慰めてあげる。よしよし、どうした、泣いてるじゃん。それ私に会えなくて寂しかったんかな。あ、しげちゃんの話で感動したのかな。なんで泣いてんだろう、嫌なことでもあったのかな。かわいい、泣かないでって言ってるよ、ほらほら、もう泣かないでって。しかもずっと無言、喋れないくらい泣いてんのかな。大丈夫、間違えて投げちゃったのかな。いいよ、どんどん間違えてどんどん間違えて。あ、周年ではたくさんのレスをいただきとっても嬉しかったです。最善でしたよね、岡も。いや本当に嬉しかった。なんかさ、私推し、元私推しなのかしらと思えないくらいのディノちゃんグッズ全身で、びっくりしちゃったびっくりしちゃった。でも私たちもさ、まあ私のこと元推しだとしても思い出いっぱいあるじゃん。目合わせたかったよね、本当に。うん、本当にやーい。写真集買ったのみくりんが人生で2回目。おー嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。突然デューラブミーリピしまくってる、ありがとうきなこさん。デューラミー大丈夫、いい歌、いい歌。1回目は誰なのかめっちゃ気になる。確かに聞いてみよう。1回目の写真集をお返し買ったのはどなたですか、誰なのでしょうか。あ、最初は斉藤飛鳥さんの買いました。ああれですよね、私も持ってますよ、それ。ファンさんが送ってくださいました。あ、
じゃあアシュリンさん2人目ミクリンで、じゃあ48では一番最初か。やったー、やった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 。いやどうでしたか。あ、カズさん、ジッパーが刺激が強すぎて寝れんかって、かわいい速攻は寝て。焼き芋様、宮沢りえさん、おお。ミクリンが初めてです。おえ、嬉しい、やった。そう、女の子の方も結構買ってくださってて、なんかこう初めて買いましたっていう写真集自体をっていう人が多くてびっくり、めちゃめちゃ嬉しかったです。ミクが初めてなんかって思いながら、48で初めて買った写真集はミクリンのやつ。めちゃめちゃ嬉しい。そう、そういう人が多くて本当に嬉しい、ありがとうございます。いや嬉しいな。うん、やったやった、ジッパーやったんだ。そう、周年でジッパーやったんです。だからソロコンサートでもジッパーのセトリ入れてたんだけど、なんかなんて言うんだろう、ソロコン自体のテーマと合わなくて、で曲数もなんかどこに入れ込もうってなって結局入れ込めなくてなくなって、いつかやりたいなって撮ってたやつがソロ公演が決まった時に入れたいと思ったんだけど、一人ジッパーができなくて、演出的にもう曲で入れ込むにもギリギリまでジッパー残してたんだけど、あーまたなんか削っちゃってどうしようかなって思ってたら、ヨッピーがねジッパー入れてくれたんだ、嬉しい。でもね、両脇が身長高いからうーってなりました、うん、さすがヨッピーですね。まさかのその周年でいいセトリを頑張った、本当にみんなで、うん、昨日何時間ぐらい寝た。昨日は分かんないです。でもその周年の後はオフだったからめちゃめちゃ寝、一日中ずっと寝てた。17時くらいに起きました。ずっと爆睡しててずっと寝れてなかったので、本当になんかこう多分疲れすぎちゃってて、なんか頭の中でどれが現実でどれが現実じゃないか分かんなくて、そのこんがらがってましたね。あれこれって夢だっけみたいな、したら夢じゃなかったです、はい、いやー頑張りました。でも一旦落ち着けてとても嬉しい、嬉しい限りでございます。うん、そうそう、たまにありますよね、疲れすぎてな15時間ぐらい寝ちゃうことって、めちゃめちゃありますよね、わかります。超久しぶりのオフだったかも、嬉しかった、めちゃめちゃ。26時間寝たことならあります。本当ですか。全然全然、もう2日間くらい私全然寝れちゃう、本当にね、起こされないと一生起きない、全然寝ちゃう。なんかお正月の時とか4日間くらいなんかずっと布団の上にいて、なんか逆になんか多分休みすぎてなんか体調崩しましたバカみたい。なんかお正月休みっていうのがあったから、食べて寝て食べて寝てってやってて、でもなんかすごい眠くて、で4日間くらい本当にずっとねベッドが動かなかったよ、ずーっといたんですよ。普通になんか体調悪いとかじゃなくて普通になんかネクラなので、ずっとゴロゴロしてた。なんかずっと体動かしてなかったのかからか、なんか5日目くらいになって起きれなくてそう、あ、そう、体痛くなった。しかもだから休みすぎてもダメなんだなっていうね、そう、仕事を入れ込んでくれないとずっとネクラですよ、本当に。はい、リラックマやん、リラックマです。ほどほどがいいですね、ほどほどが、ほどほどがいいです。
ミクはなあちゃんの写真持ってる。持ってる。可愛くてずっと飾っとる。見つめ合ってます毎日。可愛い。10周年公演の裏話ありますか。10周年公演の裏話いっぱいあるけどね、あんま話せんちゃうね。なんか裏話か。なんだかな。なんかあるんだけど話せないね。話せるやつで考えるね。あるかしら。10周年リハーサル含めて。いや、なんかいろいろあるけどどうしようかな。どれにしようって感じ。メイキングとか言って、メイキングいたよ。なんかあるかな。多すぎて出てこない。なんか多すぎます本当に。ナコミクで一緒に寝てたのかよかった。そう、なんかね、床で寝てたらヨッピがなんかそう、マット、寝るよマットなんかマット持ってきてくれて、マットでの上で寝た一緒に。そう、ピザ1枚食べて眠いだって。起きてギリギリまで寝てました。本当にメイクすぐ終わらしちゃえるからギリギリまで寝てたね。明日仕事で憂鬱。私も明日やばい。明日早いです。朝から夜まで生出演番組が多いですね。私も急の告知になっちゃって申し訳ないですけど、最近お酒飲みました。大丈夫滑舌。飲みましたよ。周年終わってちょっと飲みましたよ。ちょっとだけね。ちょっとだけ。明日はね、そう、福岡の番組だから、福岡の方ばっかりなんですけど、マチプリだと、でも、まあなんか、もっといろいろあるんだけど、とりあえずは、そのストーリーにまとめてるやつがあれかな。お酒何が好きですか？カラーミルク。美味しい。なんか、来たよ。クマさんね、ありがたいね。カラーミルクとかが好きか。なんか甘いものが好き。カシスとかカクテル系かな。ホルエイとかが美味しい、はい、ですかね。あ、そして明日ブブカさん発売だよね。30日。やったー、楽しみですね。明日届くの売れピ。うぅ、やったー。ミクに遭遇した時、話しかけたらダメの時ってどんな時ですか？私と遭遇した時、話しかけたらダメの時ですか？急いでそうな時。わかんない。急いでそうな時とかわかんないよね。どんな時だろう。わかんないけど、急いでそうな時とか、友達といる時とか、どうだろう。全然。でも握手とかね、このご時世っていうのもありつつできないからあれですけどね。あ、そうですね、空港とかで呼び出されてる時とかに、まあ、話しかけられたら、そうですね、こちらも困っちゃいますね。はい、
飛行機乗れなくなっちゃうんで、まあはいね、はい、田中美久様って搭乗口ってね、はい。それでさ、やっぱそういう急いでる時にあの話しかけられたら無視されしちゃうから、あごめんねってなっちゃうからね、はい、でも最近呼び出されませんよ私、時間きっちりしてますから呼び出されませんよ。そんな呼び出されるのはちょっと昔の話で、今はね全然呼び出されません。あのそれが普通です。あすいません、そうですよね、はい、ごめんなさい、もうご迷惑をおかけしてしまってて申し訳ないですね。うんうん。でもこの間寝ぼけててなんか久々に遅刻しそうになっちゃって、なんかこう南蛮搭乗口ってあるじゃないですか、なんかね見間違えちゃって、反対の搭乗口ってのはだから1番の搭乗口だとしたら最後の12番搭乗口に行くっていうのを こっち側に行かなきゃいけないのに、なんかこっち側に行っちゃってて、そうあれみたいな、搭乗口ないなと思って、どん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 私のねめがけている数字とかけ離れていくので、あれみたいな感じと思っとったら反対側に行ってて、うん、で時間ギリギリだったから本当にね死ぬかと思いました、うん、でも呼び出されませんでした。そう1番と12番は全然時刻で全然違いますよね、本当にね、寝ぼけてたんかね、びっくりびっくりびっくりドンキ、びっくりしました、気をつけますよ本当にね、いやびっくりした。そう12の前でスタバ買って帰ろうかなと思ったの、でも思ったんだけどやばいあと5分もないってなって死ぬって思ってびっくりした。福岡空港、そう焦るよね、めちゃめちゃ焦りました本当に、びっくりびっくりびっくりした。今日ちょいちょい寒いギャグ言うねだって、そうそうなんかねギャグじゃないのよ、口癖みたいな、びっくりポンやだ、びっくらポンな、そう、うん、天然なところもあるんですね、天然じゃないんですよ私、なんか普通のバカなんですよね、なんかそういうありがとうございます可愛く言いくるめてくださって、天然っていう感じでね嬉しいです、なんかただのバカをこうやって天然だもんねって言ってくれるなんてね嬉しいです本当にありがとうございます。一太郎さん12月から仕事復帰、わタワーありがとうございます、元気12月から頑張って、来月も2日をじゃないですか、頑張ってください、頑張れ頑張れ、久しぶりだからかなんか硬いなだって、私本当ですか、全然そんなことない、ありがとう、ただのバカを天然って言うんじゃないの、あそうなの、ああそあうんうんうんあうんいつものキレがないお疲れなのよ、あのね、あ本当にそうやってねキレを求めて配信見るのやマジでやめた方がいいですよ、本当に本当にそういうのじゃないってば、どこだろう一太郎さん、どこにいるんだろう、ありがとうございます、ありがとうありがとう。最近セブンのスイーツ食べた、食べた、かぼちゃプリンのアイスめちゃくちゃ美味しいから食べてください、食感がなんかプルンプルンしとって、なんじゃこりゃってなりました、あれなんかダメだよあれね、見出しにプルンプルン食感みたいな書かんと売れんってちょっと誰あれはびっくりして私も本当にプルプルしとった、なんかねアイスバーって書かれとったから普通のアイスのかぼちゃプリンなんか
じゃないかなって思ったら、プルンプルンしとってなんかプリンだったんですよ。かぼちゃプリンバーって書いとって、かぼちゃプリンアイスバーみたいな書いとった。あーね、プルンプルンしとった。本当にあれ美味しい、めちゃめちゃ美味しかった。本当に美味しかった、食感が美味しかった。なんかあれもプルンプルンって書いた方が絶対売れるのに、なんで書かんのやろうっていう。本当に美味しくて、回し物じゃないんですけどストーリー載せたかったです。美味しかったな、美味しかった。ガトーショコラアイスバーも濃厚でしょ。うわなんそれ、絶対食べたい。ダイエット終わったら買うわ、セブンかな。最近 TikTok で田中美久ショールームまとめがめっちゃ流れてくるんですが、無視しろ無視しろ、いいねだけ押してすぐ流せ、無視しろ無視しろ、うん。焼肉ギフトポイントわかんないいいねするな、バラバラいいねいいねしろって言っちゃった。あれ宮崎の一太郎さん、私はコメントも見逃しちゃったかもしれない。コメントを見かけないんだ、見逃しちゃったかも。ちょっとコメントしてた、やっぱしてたよね、見逃しちゃった、たどれねえ。前髪伸び、そう伸びたのだが、美容室行って切るか自分で切るか、伸びました。だからアイロンで一応くるっとしたけど伸びましたね、髪も伸びて、うん、あ、いた、みくりんからたくさん元気もらってるおかげで良くなりました。だってかわいい、それは良かったですよ。本当に結構前に遭遇したことを何回もある女の子2人覚えてる。だって、あ、覚えてる。え、てか今日遭遇しましたよねあれ私でなんかメッセージを、今日遭遇したよね、内緒だよ。そう私お買い物して遭遇しましたよね、びっくりしました、ヤッホーって感じで。私も分かんなかった、メッセージくれるまでね。えしました、だってね、したね、遭遇、ヤッホーって感じでびっくりしちゃった。そうなんか見られてたから、学生制服着てたよね。そうだから見られてるなーって思ったんだけど、話しかけたかった。だってすっぴんだからダメだよびっくりした、全然ねえ、本当にびっくりびっくり、ありがとう、よく気づいたね私って、帽子とマスクしてたのに、すごいすごい、あの時私落ち込んでたから話しかけられたら嬉しくて泣いちゃうところだった、違う人にお金いっちゃってたからねえ、うんうん、ありがとうそう、うん、今もすっぴんやん、だって今もすっぴんだよ、うん、泣かないで、だってもう本当に泣きそうだった、こうなんか毎日泣いてんだけど大丈夫もうやだ本当に、うん、耳へ見たいです、だってえ、組み戻し したことがないの、いや660円払って、で組み戻しっていうのがあるんですけど、でも相手の口座に行ってしまうと相手のもののお金になってしまうので、相手がお金を返さないって言わない限り返ってこないんですよ。がもしその向こうにその書類が送られたとしても、向こうの方がその書類を見なかったらお金返ってこないし、向こうがお金を返すってならないとお金返ってこないので、もう私のお金ではないのです、はい。だからすごく悲しくて、いい人だったらいいなっていう、
うん、悲しい、めちゃ。そうなんですよ。でもまあ期待を込めて一応660円払ってお願いしますって思って、はい、まあでも自分がやらかしたミスなので帰ってこなくてもそれはそれで自分のミスだと思って大事に受け止めます。はい、いくらくらいだって、もうそれはね親への振り込みだったのでね、はい、仕送りなのでって感じですね。うん、でも しょうがないやらかしてしまったことはもう過ぎ去ってしまったので私は考えないようにします。でもすごい泣いちゃいそうだった。はい、まあいいんですよそんなね、お金はねいつか飛んでいって頑張れば戻ってくるんだ。うん、ねえ、ピッピピッピピピピピってやってたらねなんかダメだったダメでした。確認の大切さをね味わいましたね本当に。そう、前向きに行けよ、前向きに、元気をあげる、かわいい、ありがとう、元気もらった、嬉しい。京都楽しかった、みくり、私も楽しかった、でも結構前じゃない京都って、楽しかったね、うん講座教えるから振り込んで、逆に教えて逆に教えて、うん、ヒーだって、イエーイだってうん、最近忘年会の支えが多くて、忘年会すごい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 っすね、ウェイ、私はたぶんないですよそういうの、友達がいなくさすぎて、うん、ミクリンが私の人生の支えなんです。かわいい、本当に言っとる、嬉しい、嬉しいわ。忘年会っすか、推しの生誕なんで無理っすだってかっこよ、好きよ、ありがとう、私の生誕楽しみ、頑張ろう頑張ろう、ドキ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 、もう私ソロ公演忘れちゃった、今やソロ公演やってって言われたら何も踊れない、忘れてしまう、うん、友達がここにいっぱいいるじゃないかって、そんなこと言ってくれるのありがとう、嬉しい、うん、推しに可愛いって言われる人生どこ、ここだよだって、うん、可愛い可愛いです、周年2日目2日間で改めて思った、48グループっていい曲たくさんあるなとね、あとはももクロさんの曲とモームスさんの曲とコンサートとかで披露した曲いっぱいありましたね、ザ・ピース、あー、ほら行こうぜ、うん、ヤンキーですが友達からよろしくだって、ガクブルガクブルガクブル、よろしくお願いします、よし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 、うん、マックスいないないんです、うん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 、他のグループの曲もやったりするんで、やったりしますよ、やってますよ、はい、やりますね、コンサートの時とかはねやりますよ、
やってました。昔はよくやってました。そう、怪盗少女だってね。私はやってないんですが、私はねザ・ピースの方だけだったんですが、初めて HKT のソロ公演、HKT 公演に行ったのがミクリンのソロ公演なんだよ。めっちゃ可愛かった。本当に嬉しい、ありがとう。やった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 、まあ、ソロとソロじゃない方と全然違うのでね、いっぱい来て。インスタで見たオーバープリントさんの服、ミクリンめちゃくちゃ似合ってた。やった、メンズ服割とよく着るからなんか良かったです。ダボっとしとうの好きやから。計100曲のリハって何日くらいやりました？1週間ぐらいでめっ覚えました。私は、あのね、なんかアヤカーニバルのやつとかもあったから、なんかなんて言うんだろう、同時進行したら絶対もうあーってなると思って、意外といけちゃった。なんかやった曲もあるだし、覚えるの早いからいけちゃったよね。大丈夫でした。本当にやればできる子なんですよ。やれば女の子のファン増えてて嬉しい。私もなんかだって、うえ、増えてないよ、増えてないよ、全然増えてないです、増えてないのよ。やればできるって自分で言うんだっけ。はい、やればできます。そうそう、やればできる子って感じ。やればできる、そう、頭いい、そう、頭いい、やればできる子バカにしてる風に聞こえてきた。だいぶ前から一応女の子をファンとして応援させていただいてありがとうございます、女の子のファンを支援しない、あ、いやね、いやね、男のファンの方も支援しない。あ、私のファンの方ってあんま支援しないんですよね、本当に。推し変はしない、推しましとかかな、なんか推し変はあんましないですよね。え、なんでって言ってるんですか。してないですよね、推し変しなくない、してないから今ここにいるくない。あんましないです、私のファンの方推し変。なんでだろう、多分もうアイドルを何年間もやってきてるから、推し変するも何もって話なのかな。え、なんで、みんなえって言ってるの。え、してないですよね。うん、そう、優秀なファンなんですよ。推し変って何ですか。だってそうそう、そんな感じ。推し変っていう言葉知らないもんね、みんな。そんな感じ、みんなもう何年もミクシカだってね。え、そうなのよ、聞いたことない単語だなーってね、聞いたことないよね、推し変っていう単語。私も知らない、何それって感じですよね。そんな単語あったんだっていうね。こんなにアイドル何年かもやってきてその単語は知らないわ、どういう意味なんだろうっていうね、感じです。本当に初耳ですよね、私も初耳です。ちょっとググってくる、だってググってきてください。どういう意味なんだろう、推し変って。わかんないわ、まあ、ググっても出なかったわ。だってだろうねだろうね、ね。でも本当に女の子の方も男の子の方もね、あんま教えしないんですね、私のファンの方はね。ね、びっくらびっくら。今年からみこしだって。いらっしゃい、いらっしゃい。それはもう大変な年になるよ。推し変って美味しいの？わかんない。でも私の予感はすごいまずい気がする。 やばいやばそう、やばい気がするな。なんか美味しそうだな。だっていや絶対美味しくないよ、やばいと思う。最近ファンになりました、これからよろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。え、美味しいの？だって美味しくないわかんないけど美味しくないよ。
チャレンジしてみるのも悪くないかも。そう、私のファンの方ってすっごい好奇心旺盛だからね、すぐチャレンジしちゃうよね。本当に目だよ、本当にね、私と似ていて好奇心旺盛、本当にね、ダメなところまでにいますよね。あん、昔からおうちファンです。だって、あ、私の家ファン、これ、ありがとう。落ち着くよねこのカーテンね、本当にね、おばあちゃんのカーテン。こういう話楽しすぎる。だってどういう話、みんな分かってないんだよ、しへんっていう言葉、どういう話のことなの、うん、ミクリンの次に押すのは誰を押したいですか。ピケリン、バジ君に教えしました。あー、かっこいいよね、いいよ。何、最近ミクリンママが気になる。私のお母さん、私のお母さんですか。私のお母さんなんで、うん、今日は久々にカラオケ配信しないの、しないかな、しない気がするって感じ。みこうじ推しなんですが、だって。本当？ゆっきさんは女の方？男の方？嬉しい、ありがとう、気が合うかもね。久しぶりにカラスのモノマネを聞き、カラス封印したんだよね、今冬眠中、寒いからさ。うん、鳥って冬眠したっけ。するよ、カラスするの、冬眠冬眠冬眠中、封印封印中。カラス冬眠せんかね、するする、今冬眠中だからやめといて、今寒いからさ、で出てこないのよ。あーあーだってさ、あー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 なの。ミクエモンは、だってミクエモンも今冬眠中、寒いから出てこんの。そうそう、ごめんね。ミクエモンずっと押し入れの中に引きこもってます、寒すぎて、寒すぎて、はい。ミクくんは、あ、ミクくんは今休業中です、やみすぎて、はい。やっぱなんかこうね、やみすぎて、メンタル弱いんで休業中です、休ませてあげてください、はい。ミクくんはね、ダメなんですよ、すごい体力取られちゃうのでね、マネージャーなんですけどね、ダメです、ダメです。うん、ミックは誰ですかそれ。ミックって誰、うん、あ、どんだけ休んでんの、そういうこと言わないの。ミクくんはね、そうやってもうね、ダメって、いや私が出なきゃと思っとうから、ダメですよそういうこと言ったら、そのかわいそうかわいそう、うん。闇まくりてくさ、闇くくだから、闇くくだから許してあげて。ミクリンはハンガーのモノマネできるの、できるけど封印中、うん。ミミと最近寝落ち電話した？え、ミミと最近電話してない、してないですね、うん。にゃんにゃんにゃん、ミクリンはミクリン、ミクリンのものにしてってかっことは、うん、クソ、それ私のセリフ、うん。俺のエレタンは元気かな、元気だよエレタン、元気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 すぎます。
なんかエレタンとなんかどこどこ行きたいねとかいろいろ話しとって、写真見とって、あ、ここめっちゃ綺麗だねって言って、なんか夜景の写真見とったよね。そう、でここの夜景行きたくないみたいな話してて、え、ここめっちゃ綺麗じゃんって言ったら、エレタンにそれ広告なって言われました広告でした。悲しかったです。一番キラキラ輝いとったからさ、そこ行きたいなって思ったらさ、広告でしたじゃん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 じゃじゃじゃんエレタンに突っ込まれたらなんかね、何も言えませんでしたよ。はいストーリーの夜景、あ、ストーリーの夜景、あれは普通にの夜景、実際にないのだって、え、わかんない、エレタの携帯で調べてくれとったから。寒くなってきましたね。寒いわ。谷さんと周年公演来てたけど喋りました。なんかたわいもない話、うん、ミクリンの服装ってこんな感じってあるからすぐ分かっちゃう。あ、本当に確かに偏っちゃうかも。どうだろう。でも確かになんか好きな服はもう結構分かりやすいかもしれんね。うん、あなた分かりやすい。だって私分かりやすい、持ちえもん、ヤッホー。分かりやすいかな。でも自分の着たい服着とる。見つけたら逃げるからありがたいけど、だって、分かりやすい、そんな分かりやすいの私。もうね、私冷房つけてませんよ。暖房。好きなブランドはありますか。ジルスチャートとグレディブリリアン、ね、言えましたよ。グレディブリリアン、オーバープリントも好きですけれども、まあグレディブリリアンですかね最近は。でもあれなんかお高いのですよ。そうなんですよ。あとはジルスチャートかな、好きです。パールが可愛い。うん、爪茶色い。あ、爪もう伸びたもう伸びてきた爪。かわいい、チョコみたいでしょ。美味しそう、食べたい。ネイルしに行かなきゃ。今大理石にハマってるんですよ。大理石みたいなネイルしたい。あの本物じゃない偽物とかの模様が好きなんですよね。あ、届きました。もう本当ですか、嬉しいんですけれども、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいな、やった、ありがとうございます。そう、手やばいでしょ。でもなんか可愛くないですか、秋っぽくて。突然デューラブミーの注目ポイント教えて。サビの振り付けは可愛いですよ、やっぱ。覚えてください。タンタンタンハート、突然ごめんね、この思い伝え、ここ自由です。タタタタタ、ここも自由。パンパンタタタ、パンパン、まあ、ここぐらい。これはみんなで落ちサビできたら嬉しいね。ここ可愛い、なんか TikTok とかで流行りそう、うん、恋する女の子を応援する歌詞です。いい曲よ、本当にいい曲なのよ。一見ため今日届いて、おお、持って帰るの忘れちって、まだ事務所にある。なんでツアー大阪公演ないねんね。名古屋と東京と熊本が奪っちゃったかな熊本が奪っちゃったかもしれない。と横浜ですよね、確かに。横須賀か、横須賀でした。おいしい、おいしい、
ごめんせごめんせ、横須賀や、横須賀行ってもいいですか、ぜひ。来年楽しみましょう。みくりんの後輩になるだって、かわいい。6期生オーディションもうすぐ開催だから頑張ってね、応援しろ。セミナーあったら行こう、行きたいな。セミナーあったら、なんか5期生のセミナーいたんですよ私うん、ネイル見せて、にゃっ、伸びてきた。僕も6期生受ける、うん、ごめん、書類審査からもうダメかな年齢制限でダメだったって、ダメかな、うん、男の子はダメかな、ごめんね、うん、かわいい、うん、ごめんね、うん、みくりん推しで6期に応募したって人、そう、でも5期生はなんかほぼほぼ推し面欄なこみくが多かったって聞いて嬉しかったです。やった、嬉しいです。42歳はダメ、ハゲでチェリーボーイさんえ、それ私がつけた名前かな、違うか、さすがに私そんな名前つけないよね。誰がつけたんですか、ハゲでチェリーボーイっていう名前、自分で、誰につけてもらったんその名前。久々なんですね話すの。ダメですよ、ちょっとこっち側はダメですよ、自分です。あ、え、自分でつけたん、ダメ、もうなんかやだ、私がつけたかったその名前私より面白い名前にしないでよ、悲しい悲しい悲しい草通り越して大草原、みくりん かわいいだって、ありがとう、 Thank you、 ミクシ名でだって、私が名前つけていいと、でもこれ以上いい名前ないよ、ハゲでチェリーボーイっていう名前超えられ、もうないよね、みんなね、ないよ、ごめんけど、それもう最高得点、本当にそれ上回るのない、ごめん、ごめんは考えれない、うん、ごめんね、うん、対抗できない、超えられない私には、超えられないよそれは、うん、たまに訛るのがすごく可愛い、訛りますか私、本当にそんな感じしないけど、うーん、ハゲでチェリーボーイさん、ないね、ないけど、でもなんか可愛くしたいから、猫のアバターでいらっしゃいますよね、ハゲでチェリーディーボーイダニャンとかどうですかあの猫やからなんか可愛くしたくてなんか可愛く可愛くしたくてめちゃ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 考えました、そんな考えてないとか言わないでください、めちゃめちゃ考えましたあのこの配信見てて大丈夫、見ない方がいいですね、ハゲでチェリーボーイねでにゃんってしてください面白すぎて無理ズボちゃんもうやだ、面白
すぎて画面から出られない、で画面に出られないだ、もうやだ本当に。じゃあ、はあ、代謝上がった、代謝が。最近こうやって笑うことがないからちょっとしたことが面白く感じちゃう。あ、変なタイミングで来てしまった、だって変えてる、嬉しい、可愛い名前、めちゃくちゃやったやった、変えてくださりました、優しい、ありがとう。ミクさんは今年福袋買えますか？私ね、毎年福袋買わないんですよ。でも HKT のはぜひお買い上げください。そう、福袋ね、買わないんですよ私の家族、毎回。はい、仕事が早いな。そう、ここにいる人たちみんな仕事早いの、仕事早い、できる人たちばっかり。ショールーム面白い、面白くないよ。ブブカ発売ですね、明日発売、今日フラゲビ、フラゲビだ。最近ワイのコメントが切り抜かれること多いけんだって。あ、そうなん、最悪じゃん、かわいと。やだね、かわいと。いいネタになってんじゃない、ほら坂道マークとかネタ提供してんじゃん、やめな。そう、なんかさ、そういうコメントするからだよ、やめな、提供してんだよネタを。うん、やめな、やめな、切り抜かれてみたい。あ、切り抜かれるため目的でやってる、来てる、やめな、絶対絶対やめな。うん、そう、あんたが怒るからやだって。怒ってない、私怒ってないよ、怒ってない、私は正論を言っただけであって別に怒ってはないです、正論を言っただけですから。はい、ごめんなさいね、なんか、そうそう、タワー投げて怒られましたりだって、怒りましたそれはだってあの投げすぎだからです、怒りました、心配だったから、それ愛のある怒りですよ、なあ、なんか怒りませんから、その愛です、それは受け止めてください、私の愛を。それは怒ったんかい、だって愛のあるね、あれ、怒ってません、愛のある言葉っていうね、そういうことです。うん、ミクリンのファンとのやり取り面白い、面白くない、ファンの人が普通になんか変ですよね、なんか面白いんですよ、変だってはあ、だって変じゃないですか、怖い、なんかそんな変ですよ、結構変ですよ、うん、ミクリンも変だよ、だって本当に何か全員的に回したなって言われてる、でもね、変ですよね、うん、変でごめんなさい、だってそうだよ、変だよ、大喜利会場はここですか、違います、私が変、ノーマルです、だって本当に、ああ、私の間違いかな、ごめんなさいね、ファンはお尻に言うってことか、そういうことかもしれません、はい、
本名字の変懐かしい。みくちゃんに育てられました。だって出来上がり、うん、あなたに似たんです。だって最高、似た者同士着替えますね、うん、変な俺叱ってください。だって無理です、ごめんなさい、もう叱る体力ないのよ夜は、ごめんね、まあ、さっき笑っちゃったから疲れちゃった、疲れちゃったよ。うん、似ちゃいました、かわいい。ここにここ来てたら染められる説、確かに中毒性。仏のみくりん、バイガうん、推しが変だから変になった。だって本当だ、変人なパルちゃんって書いてある、かわいい、変になってる、染まったかも。だって染まってますね、ひよっこさん結構来てくださりますよね、染まっています。それは私も変なのですか。変じゃない、みんな、なになんだこれ、焼肉ギフトポイント現在36626ポイントだって、なんだこれ、これ何、なんだそれ、焼肉ギフトポイントって何、20万で焼肉もらえます、いりませんいつまでなのこれ、今日いつまで、焼肉のタレ出てきたよ。だってイベント、あ、イベントやってんだ、今日までなんだ、いりません、自分で焼肉買えちゃうからね、あのいいですよ、見るだけでいいんですよ、趣味で配信してるんで、趣味で、いりません、ありがとう。これ上のやつ消えないかな、テロップ、あ消えた、よいしょ、あーねえやめて、出てこないで、やめてそうやって、ねえ、あを消さないで ねえ、あ消えた消えた、あら、うん、あ配信あになっててシュール、うん、でも消えたから大丈夫、今日まででしょ、知らなかった、そんなのあったんや、焼き肉って美味しいですよね、うん、みんなは焼き肉でどこの部位が好きですか。私は最近ねタンが好きなんですよ。お一緒だ、水っち、私もなんか最近になって、なんかちょっと前になってタンの良さに気づきました。やっぱりすき焼き派、すき焼きも好き、すき焼きもすき焼きです、ハラミです、あそう最高ですね、ハラミも大好きです、座布団、うわそれはやばいですね、ラム、あー私もラム大好き、まだまだカルビいける、本当ですか、私もカルビきつくなりました、ちょっと厚切りタンが美味しいのよ。そう、タンはタンでも厚切りタンがめっちゃ好き。いや、いいですね。タンいいですよね。タンはなんかお腹いっぱいになっとっても食べれる。ハラミも好きです。
ユッケ最高ですね。わかります。お腹すいとうときはユッケ頼みます。鶏肉ですか。うわ大人ですね。鶏肉頼みません。ホルモン好きですか。好きだったんですけど、んまし食べれなくなりました。タン推し。私もタン、あ一緒だ。ヨッシーさん、レバーマジで大好きです。レバ焼きがある焼肉じゃないと行きたくないくらいレバ焼きが大好き。たまにないのよ、焼肉屋にレバ焼きっていう最高なメニューが。そうなんですよ、レバ焼き大好きなんですよ本当に。うん、レバ焼き大好きね。えタンもいいです。タン1位がレバ焼き、2位タン厚切りタン、3ハラミとかですかね。美味しいのよ焼肉。美味しい。そう石焼きビビンバ美味しい。白米あんま好きじゃないからさ、いつも石焼きビビンバとか頼んじゃう。そのご飯食べたい時焼肉行って。そう別に白米食べれないことはないんですけど、あんま好まない。白米好みませんね。うん、五穀米いいですね。あ配信終わった。終わって、あ配信は終わりました。うん、肉乗せたら美味しいねん。ご飯美味しい。なんで太るからだって。白米ですか。白米食べなくても生きていけるっていう、なんか何かしらのなんかが出る。白米と水なんかあんま好きじゃない、普通って感じ。あ、サンチュ前って流し込むのめちゃめちゃわかります。カルビ食べれんくなったらとりあえずサンチュ頼みますよね。わかりますよ、本当に本当にわかります。この間ね、エレタンと一緒に韓国料理行ったんですよね。そう美味しいとこがあってエレタンに紹介したの。そしたらさ、なんかカルビが結構きつくて全然進まんくて、なんかサンチュポリ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 食べよったんよ。したらなんかその店員さんの方と仲良くなって、なんか店員さんがなんかその韓国人の方なんですけど、なんかサンチュ、サンチュすごい食べるじゃんみたいなこと言われて、そうで、サンチュ美味しいですとか言ってたの。普通になんか入んなかったのね、カルビが。そしたらさ、なんかサンチュいっぱいあげるよって言われて2皿くらいサンチュもらったのみたいな感じになって、そうで、わーなんかチュセヨチュセヨサンチュチュセヨとかそう言ってたらなんかサンチュ2皿くらい来ちゃって、そうサンチュポリ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 食べてたらなんかなんかウサギの飼育しに来てる韓国の方みたいな感じになっちゃって、そうすごいカオスでした。なんかテーブルのほとんどサンチュだらけみたいな感じで、ここどこだろうっていう感じでね、飼育されてました。本当にびっくりびっくり。マシソよっつってね。カラオケ、カラオケですか。カラオケ歌うのないですよ。カラオケ、カラオケ歌うのないよ。焼肉ってコメントできない、なんで。長君どこ、君どこいいね。じゃあ締めは冷麺かな。そん時の締めはなんだったっけな、サンチュでしたそん時サンチュ普通に食べて終わりましたね。どうしたら髪様サラサラになる。髪ですか。染めない。染めたら痛むって言いますよね。染めないでいるからかな。染めたことないですね。染めないのとたまにトリートメントするのとぐらいですかね。遺伝とかあるんかな。でも私両親どっちとも天然パーマなんですよ。で昔その親が私が天然パーマになるんじゃないかって思って、なんかその
宿毛矯正とかやったんだけど、でもやっぱ染めないのが一番いいかな。どうしたら髪増える？だって。ハゲでチェリーボーイだにゃんさん。もう一生増えないんじゃないですか髪の毛。あれですよ、今売ってありますよね、増えるやつ。なんだったっけあれ、なんていうやつだったっけ、増えるやつ、あれだよ、あれ、なんだったっけ、なんでしたっけ、なんかあるんですよ、チャップアップ、チャップアップって言ってるみんな、スカルプ D チャップアップです。はい。でもなんか冬は確かに寒いと思うんですけど、夏はちょうどいいんじゃない。あーじゃあ行くしかない。そうですね、ぐらいですかね、やっぱ。アートネイチャー行くしかないですね。冬はやっぱ寒いじゃないですか、やから夏はそれでいいと思うんですけどね。いやちょうどいいじゃないですか。はいです。でミクはそのままが好きなんですけど、はい、何のトリートメント使ってる？イチカミっていうトリートメント使ってます。いじり倒す田中さん、いじりないこのままの焼き芋が好きだって。焼き芋さん、このままの焼き芋が好き。ミクに覚えてもらいたい。もう私のこと覚えてる？まだ覚えてないね。めちゃめちゃ覚えてる。ツイッターとかもいつもねコメントしてくれるし、マナちゃんかわいい、覚えてる、かわいい、もっと萌えちゃん推しみたいな、かわいい、たくさん愛届いてます。はい、あ、はい、あ、まなちゃん星になってる、まなちゃん星になっとうよ。なんて書いてあるかわかんない。覚えてください。ツイッターフォローします、ありがとう。名前そろそろ戻していいですか。あ、本当だ、1位の人アンになってる。戻しな、ウィースだって。戻しな、かわいい。いいな、イルカになりたい。かわいい。ファンさんの扱いがうまいっすね。ひどい。扱いじゃないっすよ。ラブラブなんですよ、ファンの方とみんなとね。ラブラブって言ってください、そんなね。遊びなって、そう、戻しな、うん、戻しな、みんなが、みんな私の扱いが上手すぎていつもからかわれちゃう、みんなに、うん、ラブラブイコール監視、ノー、違うよ、ラブラブ怖いって、ミックミクのもっちもち、かわいすぎ。前は多分忘れてない、私はあんまり忘れないよ、本当に。めちゃくちゃ会えたら忘れちゃうんだけど、そもそもの配信自体あんまめちゃくちゃ会えてないから忘れてません。ミクリン、サウナ好きだって、岩盤浴の方が好きかな、ちょっと熱くなっちゃうすぐ。多分覚えてないよ。ポンポン覚えてます。あのね、ここにいる人で忘れる人いません、本当に。みんなのこと覚えてますよ、はい、本当に。そんなひどいこと言わないでよ、
覚えることとかあるんですか？ないですね。でもいっぱい来てくれたらその分覚えるからって感じです。覚えてますか？変人なパルちゃん覚えてますよ。可愛いって言ったさっき。ウータン絶対無理やん。ウータンも覚えてる。ウータンっていう名前可愛いってこの間配信で言った。私ね記憶力ねダゴダゴいいんですよ本当に。きっとコカ・コーラ好き、ゼロコーラ好きさんもね前から来てる。うん、お覚えてますか？だって覚えてますよ。え？くしゃみでそう。くしゃみでそう。どこの方だったろう。うん、覚えてますね皆さんのこと。はい、うん、あそう、あと2時間でフル MV フル公開です。そうです、 YouTube 見てください。ドキ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 ワクワクドキドキ。どうやったら覚えてくれますか？たくさんコメントしたり会いに来てくれたりとかかな。あと統一してくださったら名前とかかな。覚えてもらえるように頑張ります。頑張りましょう。覚えてますけどねハッシーさんのこと。はい、でも寂しくないですか？なんかコメントとかで覚えてても多分実際に会いに来てない方々がほとんどだと思うんですよ。会いたくなりません？私はね会いたくなるんですけどね本当に。うん、誘うねって誘ってます。だって会いたくなりませんか？私こんな何人かの方名前を覚えてて、でも実際にその方の顔は知らないので会いたくなるんですけどっていうことですよね。本当に今18時受付中ですねえ、なんか名前までしか覚えれないっていうね、顔は覚えれないっていうね。はい、うん、ね、本当にもったいないなと思って。いやもったいなくないですか？私だったら絶対会いに行くのになっていうね、え止まっちゃうじゃんそこね。なんか顔は知らなくて名前だけ知ってるみたいな、そんなの山ほどいるからさねえ、そんな悲しいよ。うんうん、ねえちょうど会いに来れますし今ねえ。写メ会は撮ったよ初ミクリンだって、イエーイ。いっぱいしゃべろう。オイラの顔は覚えてる。でも最近会えてないよね。うん、わら、来ないつもりだなそれは。ひどいな。現場主義です。だって最高。うん、最高最高。写メも撮ったけどいけるか分からんのよ。うん、来れたらぜひ。写メ会ってどんな感じで撮るんですか？分かんないです、久々の写メ会だから。もう時期も時期ですし分かんないですけど、分かんないですでもなんか普通に楽しいと思います。うん、買わない理由一切ないって。おね3263あれですかね、コムドットさんですが好きなのでしょうかねこれ一切ないっていうねえノリ、そういうノリ、普通にそういうコメント。うん、うん、あまた出てきたねえ。
いらないよ。あ、消さないで。ひどい。ちょっと殴り込み。本当にやめて。あ、消さないで。ねえやだ。いりません。面白いね。はあ。いりません。今度ツーショット行くんですけど、目を見て話してくれる？目を見て話しますよ。逆にどこを見て話すんですか？クリスマスぼっちなんですけど、どうしたらいいでしょうか。クリスマスぼっちなんですか。それは嫌だね。ミクがいるよ。ミクがいるよ。クリスマス会いに来てくれないんですか。ちょっと私がいるっていうのに、そんなひどい、ひどいな。ひどいですね、本当にね。本当にね。私はもう毎年クリスマスはもう忙しいですね、やっぱね。こう、まあ、こうショールームくんというね、インスタライブくんとね、握手会くんとライブくんと公演くんと予定が詰まって会いに来るしかないですね、うん、明日誕生日です。今日誕生日です。わ、おめでとうございます。うん、あ、可愛いって言ってくれてるの、私のこと。え、嬉しすぎる。今日めちゃくちゃブスなんですけど、ありがとうございます。嬉しすぎる本当に。そんな君はもう来世は絶対に、そうですね、うーん、石油王です。はい、もう石油王です。来せば、はい、石油になっちゃいますね、はい、うん、石油を、うん、石油になりたい。みくちゃんかわいい。あ、それはなれませんね。それはあのピエンさんのあの来世は石油です。石油をにはなれんくて石油です。なんでかっていうと、それはもう石油王になりたいがために私のこと可愛いって言ってることになるので、ごめんなさいなんですけど、その場合はあの石油になります。はい、王じゃないです、ごめんなさい。
私のライスはだって。あ、1位の方ですか、馬券王ですかね。ここまで馬券に対して真剣に取り組んでらっしゃる方は他では見たことがないので。今日買ってないもんだって。あ、でもなんか馬券に愛されてる方だなってすごく思うので、来世はあの馬券王です、はい、頑張ってください来世でも、はい、白うさぎさん、来世は福岡に生まれたい。あー、そうですね、白うさぎさんは多分北海道じゃないでしょうか。一番かけ離れちゃいますね。まあうさぎで白うさぎなんで福岡には多分住めないと思います、はい、うん、今世はダメなんか、今世はどんだけ頑張ってもダメなので今の人生を貫いていてください。今世は何頑張ってもどうしてもダメですね。ダメです、うん、ライスはプピプピと言われました。そうですね、噛まれまくってください。ライスはマックスに、はい、プピプピです。うんうん、はい、あ、プピプピいります。あ、でもプピプピは割とありますよ、まだ多分。まだね、家族があの欲しいって言っていないんで多分あると思います。うん、来世はミクリの旦那、あ、ミクリン、私のことですかね、違うミクリンですかね、はい、来世、来世、さあ無理ですね、私だったら今世しか叶えれませんね、はい、うん、うんうんうん、来世はお金持ちになりたい。あ、今世でいっぱい使ったらお金持ちになるかもしれませんよ、うん、来世のプピプピ枠はまだ空いてますか？空いてますよ、はい、空いてます。プピプピ枠はあのいくらでも空いてます、はい、空き放題です、うん、はい、うん、うん、来世はミクリンと親友になれる世界でありますように。なってます、もう今親友です、うちらマブ最高親友です、はい、来世はミクに買われたい、買います、すぐ買います、今からでもいいんですよ別に、今世でも買いますけど全然。今世はダメなんですかね、はい、来世無理かもしれないのでね、はい、自費で食費とか自費で、全部自費で、はい、全部自費ですけどね、はい、条件が悪い、自分のことは自分でやるが全てなので全部自費になっちゃうんですけど、はい、うん、うん、来世はミクリに可愛いって言われたい、サンタ可愛い、もうすぐサンタの季節だん、イエイイエイ、来世でも一緒に笑ってられたらそれでいいです、可愛い、来世そんこまで言ってくれるのも結婚してるんじゃないですか、違う形でね、可愛い、さすがひもは否定派の田中美久ちゃん、ダメですよひもは、もうお尻ペンペン、美久が働かせます、
サンタ登場です。あ、サンタプレゼント欲しい。もうもらえない、もうもらえない。私もうサンタになっちゃう、毎年私が。うん、罰が軽くない？軽くないです。はい、うん、来世はミクが社長で場合は羊。羊か、そっちか。ミクのために働く、かわいい、ありがとうございます。来世はミーキュリーの幹部になって、ありがとう。すぐ潰れそうだけど、うん。サンタさん写真集ください。サンタさん写真集送らないよ、自分で買えって言ってる。お年玉ってもらえます？もらえないの、もう多分あげる側、来年から。そう、うん、あげる側になっちゃうか。来世みくりの秘書になりたい。秘書、秘書オーディション開催するんで受けてください、ぜひ。うん、前田さんいる？うん、お年玉くださいだって。うん？何言ってるんですか、何言ってんですか。たくさんお年玉くださいだって。いいよ、じゃあ1ヶ月後に全部返してね。倍で、倍で返してくれるなら全然ね、あげますよ。倍になっちゃうけど、うん。来世は次リタンに生まれてミクティに食べられたいです。かわいい。何とと何を言ってるんですか。うん、あげたらやり返す、倍返しだ。そうそういうこと、うん、今日は11時に終わります配信。ほーい、だって。ほーい、変な水っち。ほーい。うん。爪かわいい。爪、かわいいですよね。やり放題の爪でした。福岡に帰りたくなって、福岡来なさい。福岡来なさい。うん、いい爪。そう、爪だけ大人なの、なんか大きいんだよね。仕事の関係でネイルとかできんからやってみたいのよね。あ、そう、私もできない。だから取らなきゃいけない時は取らなきゃいけない。うん、九州行きたい、ぜひ。疲れは取れた、うん、普通。うん、今から写真集買っても遅くないですか。遅くない、遅いとかない。マックスにお年玉あげたい、噛みちぎる。ゆきちさんも野口さんも噛みちぎられちゃう、マックスに。うん、うん、今から写真集数十冊買い足しても遅いですか。買い足さないで買い足さないでください。一冊の価値がなくなってしまう。うん、3期の LINE 最近はどんな話するの。
つっつんが結婚してとか、なんかそういう話とか、なんだろう、なんか卒業しても仲良しなのでね、みんな。なんか何気のない会話ばっかりですよ。ここの立ち位置はとか、そういうのばっかり。結婚願望はありますか？死ぬまでには分かんないです。そんな、なんかどっちでもいい。なんかこう結婚願望っていうよりかは、なんか結婚したいって思う人がいての結婚願望だと思うから、別なんかそういう人がいないとって感じかな。結婚したいっていう感じない、なんかそんな、なんか違う気がする。そういう風になりたいなとかあるとしてもね、なんかそういう人がいてからそういうことを思うくない？わかんないけど、だからなんかあんまり、でもなんか仕事をすごい頑張りたいなっていうのがあるから、なんか将来はなんか結婚しなくても一人で食べて生活できるくらいのでいたいなっていうのがあるから、それはもう明確なんですよね。そこはなんか仕事をすごい頑張りたいなっていう気持ちです、仕事が生きがいです、本当に、結婚しても仕事したい、どっちでもいいです。合わせます、その時の環境状況とかに。でも別になんかね、仕事嫌だなって、多分そのやってる仕事が HKT だからっていうのはあると思うんですけど、ないから嫌だなっていうのが、だからなんかその楽しいって思えるような仕事やっときたいけど、楽しいって思う仕事ばかりではないので世の中でも、なんかその仕事は割と好きかもしれない。あ、焼肉のギフトのやつが、キャーまた焼肉、いりません。渡辺美由紀さんと仲良いですか？ミルキンさん仲良しだよ。可愛がってくださるし、私も好きだし、なんか一番合ってるかもしれないメンバーさんの中で。この間お家お邪魔して一緒にご飯したりとか、割とね仲良しなんですよなんですよ、大時、消します。ねえ、いりませんか？ぐるぐる出てくるのやめて。だってだって焼肉のやつ出てくるから、前に目薬さしてる、刺されたときさしてますよ。
お肉いいなって。お肉美味しいですよね。今日はね、いい肉の日なんだって、うん、いいね。お腹すくね。 JR 九州のコラボ楽しみ。そう、また嬉しいね。嬉しい。またまた、うん、眠たい。バボちゃん眠たいでフーだって寝なあと30分くらいで終わるから寝な。寝ろ、寝て、うん、寝ろ。寝かせてあげようか。眠いだって寝な。それではみんなでおやすみなさい大人だけがちょっとここにいてくださりますので、あのいい子はみんな寝ちゃうみたいなので、大人の人たちだけと会話するって形になっちゃいますね。はい、はい、一緒に起きてたい、一緒に起きてたい、一緒に起きてたいの。それでは何、みくりんの渾身の子守歌まで321。え、今寝たら地獄見るらしいですよ。今見たら仕事ミスる、今寝たら推しがバレる、あ、みんな起きちゃった。私の渾身の子守歌が、あれ、みんな寝てていいんですけど、目がバッキバキです。え、私がせっかく心を込めて歌った渾身の子守歌だったのに、みんな目が覚めちゃった。悲しい。何がダメだったんだろう。うん、うん、推しがバレるのはやばい。もうバレてんだよ。目を覚ませ。もうね、そのコメントをする時点ですでにバレてるんだよ。うん、歌詞じゃないですか。だって、あ、みんなが目覚めた理由ですか。本当ですか。結構なんかすごくいい歌詞だなと思ったんですけど、悲しい、悲しいよ。しよ。田中美久のあるアクリルキーホルダー買おうとしたら、武田智香さんにダメって言われたんだよ。かっこ実は。で買ったの？私のアクリルキーホルダー買った？買うに決まってるよね。ああ、もちもちさん買いましたか？もかちゃんに買わせてもらえなかったので、後で秋吉さんから買いました。ああ、そっか。私だったらそこでミクのキーホルダー買うけどな。私だったら買うよ。はい、私だったら買うけど、まあそれができないってことは、まあそれくらいの男ってことだよね。私だったらもうね、2個買っちゃうね。うん、2個買っちゃう。1個じゃ足りないっつって、あ、3個くらい買っちゃうかな。
みんな、なんかすごい変な汗かいてるけど大丈夫そうですか？拭いてあげますよ。そんなみんななんか震えてて寒いのか暑いのかよくわからない感じしてますね。本当にね、はい、4個買います。あ、5個にしてほしいです。じゃあ、はい、汗、はい、もうそこで買ってくださったらよかったのに。汗。肉と物販で遭遇したら修羅場だって。なんでですか？そんな正直に生きてくださいよ。自分に浮気なんてすぐバレるんだから正直に生きろって。うん、そんな、そうよ、モカミクをペアで買うのよ。そういう時はイケメンやだって。俺の女になるか。うん、本能のまま生きる。本能のまま生きすぎて変なことし起こさないようにね。うん、お母さんになっちゃった。あ、白うさぎさんが寝たそうだって。ほんとだ、かわいい、寝てる。白うさぎさん寝てる。すごい、いたずらしたい。無反応って書いてある。冬眠中、誰か拾ってくださいだって。私が拾います。拾いたいです。どうやったら拾えるんだろう。でもなんかこのまま起こしてしまったらかわいそう。このまま寝てしまったら地獄見るし、明日仕事ミスるし、推しがバレるのに。あ、1位の人も寝ちゃった。あ、寝ちゃった。無反応って書いてある。もちもち夏までお休みなさいって書いてある。何、田中美久さんは危険です。でもそんな田中美久さんが世界一好きです。だって可愛いこと書いてて寝てる。可愛い。吸い取りたい。可愛い、仲良しで寝てる。可愛い、可愛すぎる。かわいい。寝かすとこ。かわいい。それだいぶ前に変えてたのよ。生まれてる。なになに。起きないと押し待ちしてるのバレますよ。だって、あ、でも多分1位の方も2位の方もバレてるんですよね。だからなんか多分自分に正直にって思って寝ちゃったんだと思うんですけど、このままスクショしてモカちゃんに送ろうかなってところはありますよね。はい、推しメンのショールーム配信で1位でいるのに寝てるよって言って、どんな気持ちなんだろうって言って送りたいまでは来てますかね。はい、お説教してもらわないといけないなと思って。やっぱ、はい、あ、起きましたか。おはようだって。あ、おはようございます。あ、すごい元気。おはようございます。すごい元気になってもいいんですよ、あのまま寝てても。すごい無反応だったのに起きてしまいましたね。はい、じゃあ行きましょうか次。焼き芋さんギリ起きてますね。
みくりんおじさんじゃなくてみくお兄ちゃんが、お兄ちゃんいないね、お兄ちゃんはいないね、みくりんおじさんがお兄ちゃんだよ。うん、うん、うん、俺は寝たことないぞ、だって偉いです、偉いです。クリおじさんって何歳？あ、年齢は公開してません。はい。どうやらボロボロにされてたみたいですね。お水飲みに行っただけなのに、だって。え、ひどい。ボコボコになんてしてませんよね。ちょっとボコボコにしたくらいで、そんなボコボコにはしてませんよ。ポッコポコでした、ポッコポコ。ボコボコになんてできないですよ。ポッコポコでした、ポッコポコ、ポコポコーンっつって。そうなあ、ねえ、ポッコポコなのに。いやいや、ボッコボコにされてましたよ、だって。してないですよ、ポッコポコでした、ポッコポコ。なんでよ、そのここはもう安心安全なショールームですから。はい。うん。なんか戻ってきたらモカにスクショ送るって言われたから。小鳥のさえずりです。それは。そんなこと言ってないです。多分寝てたから小鳥のさえずりしてたんですよ、みんなと一緒に。チュンチュクチュンチュク、多分それが、多分お水とか取りに行ってる間にそう聞こえたんじゃないですか。みんなで一緒になんか小鳥のさえずりしようっつって小鳥のさえずりしてました。そう、ピーヒャラピーヒャラ言ってましたよね、一緒に。そう言ってた、笑って。そう、みんなで小鳥のさえずりしてた。誰が一番うまくできるかなっつってそうそうでしたよ。なん、つかないでください。そうでした、そうでした。みんなで小鳥のさえずりをしてました。そうそう、そういうことです。そう、うん、なんか記憶と違うな、だって。え、大丈夫ですか、病院行った方がいいんじゃないですか、それ。記憶ねえ、危ないですよ、それは結構。うん、みくりん病院に連れて行きましょうか。はい。ピクリのことを考えたら微笑んじゃう。それはもう好きですね、ありがとうございます。ピーヒャラピーヒャラね、そうピーヒャラピーヒャラ言ってたの。その病院絶対治してもらえない。治します、治しますよ。はい、元気になります。ピクリンだーってなる病院です。絶対行かない、絶対来て。いいですよ、全然仮病でも面倒見ます。変な注射打たれそう。あ、ハート型ウイルスっていうなんかワクチンがあって、そう、あのでも結構有名ですよ、なんかネットとかで調べたらすぐ出てくる。 OK Google に、そうハート型ウイルスって調べたら出てくる。そうそう、AKB48 っていうそのところから借りてるんですよ。そうそう、お注射を。そうなんですよ。ぐさ、うん、ヘイシリって呼んだら出てくるかな。出てきます、はい、うん、もちろんセンターミクさんですよね。あ、何を言ってらっしゃるのかしら。センターとかないですね、ソロなので一人なのでセンターとかないですね、もう私しかいないっていう感じですね。はい。
クリンがなかなか夢に出てきてくれません、どうしたら出てくる、だって。365日一旦待ちましょう。365日枕の下にミクの写真を入れて、ミクを見ながら寝落ちするっていうのを365日間ずっと続けてたら多分見ますよ。それで見なかったらもう運命じゃないってことなので、うん、365日一回やってみてください。はい、1年かかります、やっぱ。はい、それかもう多分それで出なかったら多分出演料払わないといけないから払ってないんじゃない？簡単には出ませんよ、はい、出演料必要なんで夢に出るのは。ムクリンはどんな反抗期を過ごしましたか？反抗期は記憶の中でないんですよね。でもなんか自分の考えが高校くらいからちゃんと明確に出てきて、それを言うようになったらそれを反抗期って言われました。多分高校くらいじゃないかな。うん、反抗とかではない気がする。反抗とかはないかった、ないですね。でもなんかその何でも言うことを聞かなくなってしまったから、自分のはこうしたいとか、自分はなんかこれは間違ってると思うとか言うようになったから、自己主張が出てきた時ぐらいに言われましたかね。うん、反抗期ないですね。なんかその小6で HKT 入って、なんか家族といる時間よりも大人の人といる時間の方が長かったから、反抗期とかが来るも環境じゃなかったから、なんて言うんだろう、来てないけど、でもそう来てないねそう来てないかも。どうだろう、でも高校くらいじゃないかな、ちゃんと自分でいろいろ言ってたから。うん、思春期はどんな風に過ごしました？思春期？思春期来た？私来た？わかんないか。来てないんじゃない？私本当にね変わんないんですよね。うん。ないかも。うん。まだ子供なのかもしれませんね。ちょっと分かりません、うん、初恋もないの？初恋はなんか私覚えてないんですけど、なんか保育園の頃に保育園の先生のことを好きって言ってたらしいです。でもマジで覚えてないんだよね。なんか抱っこされたくて、抱っこされたかったらしいです。でも本当に覚えてない。保育園の頃の記憶はなんかみんなで一緒にあの鬼エイサホイサ投げてた記憶しかない。あれ豆なんだっけ、鬼は外してた記憶しかない。そう、節分だ、節分した記憶しかない。でもほぼ覚えてないんだよね、うん、抱っこが好きでした、ちっちゃい頃は。なんかこう肩車とか好きでしたね、うん、うん、うちのめいっ子と同じやん。抱っこ赤ちゃんとかって抱っこ好きですよね。うん、ミクリンが大好きすぎて無理なんですけどどうしたらいいですか？どうもしなくていいと思います。逆にどうしたいですか？どうもしなくていい、いいと思いますよ、うん、
何？パパと結婚したいと思っていた頃はって、あ、お父さんと結婚したいと思ったことありますよ、ミクね。本当にね、なんかちっちゃい頃にね、お父さんのことを好きすぎてね、いや将来お父さんと結婚するって言ったらお母さんからね、絶対やめなって言われたから分かったって言って、そう、お母さんはね、なんかその時にね、孫でね、絶対やめなって言った。そこでミクの結婚願望は終わったね。うん。お母さん取られたくなかったのかな、ね。熊本の学校の給食って何か変わったメニューあるの？私の学校はすごい変わってた。あとタイピーエンとか出てました。熊本の名物なんですけど。あとはみんなでそのジャガイモとかキュウリとかを育ててたんですよ。それをみんなでこうなんて言うんだろう、育てたのを給食の先生に渡して作ってもらったご飯が出たりとか、あとはポテトチップスの手作りポテトチップスとか出てましたよ。なんか変わったメニューいっぱい出てました。だご汁とか、うん、出てました。まつげ美容液塗ったりしてる。まつげ美容液は最近はあんま塗らないですね。なんか傷んじゃう。そんなのできるの？そうできてたの、私の学校は小学生の頃。そう、手作りのポテトチップスは本当に美味しかったです。うん、ねえ、だご汁美味しいですよね。そう、じゃがいもから作ったポテトチップスとか出てました。すごいですよね、変わった学校でした。うん、そうなんですよ。うん、親に作ってもらってたのはポテトチップスですか？うえー、やっぱ田舎っていいよね。いや本当に、はい、私東京苦手ですもん。東京のなんか渋谷とか怖い。人歩くの皆さん早くないですか？東京で歩いてたら心臓ドキドキしちゃう。ドキドキしちゃいます、東京でも。なんか表参道とか歩くの好きなんですよね。街並みとか綺麗だし。でも渋谷とかドキドキしちゃいます、なんか怖いです。ハチ公のところの信号とか、あんな長い信号渡れなさすぎて、歩いてる途中に信号変わったらどうしようって思って、私あの信号ずっと渡れないんですけど、誰かと一緒にしか進めない。わかりますか、この気持ち。信号と信号の距離が長すぎて、これ渡ってる間に信号変わったらどうしようって思っちゃって、もう東京怖いんですけど。なんか、どうしようと思いません？あんな長い信号さ、渡れないんだけど。渡れません。うん、そう。なんか怖いですよね。うん、逆に九州って信号待ちが長くない？あ、確かに長いかもしれない。そうですね、長いです。なんか東京とかももういいんですけど、なんかやっぱ田舎とかはたまにっていうか落ち着きます。はい、一人になれる時間が多いので、東京とかその栄えていらっしゃるところはもう一人になれないじゃないですか、歩いてる時に。田舎は一人になれるんです、歩いてる時に。はい、それがなんか落ち着きますね。はい。うん、そうなんです。怖いです、東京。しかも私東京にいるといつもなんか外国人に話しかけられますね。うん、これ冗談じゃなくてなんか本当の話なんですけど、なんか東京の
歩いてたんですよ。コンビニ行こうと思って、そしたらなんか外国の方になんかパーティナイパーティナイって言われたんですよ。なんか普通に話しかけられませんか、よくなんかパーティナイパーティナイってめっちゃ言われたから、その外国の人にだからノーパーティナイノーパーティナイって言いました。もう怖すぎて何言ってんだろうって思って、パーティー行こうって言ってたのかな、わからなすぎて。俺本当になんかすごいみんなに言うんですよ、みんなに言うんだけど、なんかすごい誰もなんかネタだと思って信じてくれなくてパーティナイパーティナイって言われるから、もうノーパーティナイノーパーティナイって言いながらね、え怖くてすぐこう帰っちゃった。一人でコンビニ行くのも怖い。そうねえ、びっくり。面白いですよね、面白い人が多い田舎は。そういうことがないんですよ。はい、そう、田舎で何か話しかけられるとしたら、なんかおばあちゃんになんか道聞かれるとかなので安心です。はい、ディズニーランドは何回行ったこと、ディズニーランドはね、あのね、コロナ禍になってから行ってません一回も。うん、熊本は田舎ですか。いや、熊本はね最近進化し続けているんですよ。都会になりつつあります。はい、うん、田中美久ちゃんに道を聞いてもいいですか。でも私方向音痴なんですよね。でもすごい直感がめちゃくちゃあって、方向音痴なんですけど、なんか多分こっちだろうなって進んだら合ってるので、直感はめちゃめちゃいいです。何でも直感で生きてます。何でも直感はね本当にいいんですよ、すごく。あ、なんか、あ、どっちだろうなーって迷った時は直感にしてて、なんか何択クイズとかもあるじゃないですか。大抵直感で言ったらね正解するんですよね、わかんないやつって。そう、直感はめちゃめちゃいいんですよ、うん、本能の前々にね生きてますから。はい、いや、ミクの直感は本当にすごいってみんなに言われます。なんかあるんでしょうね、直感しか頼りになりません。うん。あ、そうだから私昔からなんかテストとかも全然勉強できてない時もマークシートだけは点数がすごい良かったんですよね。本当に。いやー、ね。なんですかね、直感はいいんですよ。マークシート。めちゃくちゃ点数いいです。直感の時、うん、野生の勘です。第6巻とか新鮮なやつ、そうめちゃくちゃあるんですよ。愛犬の時も、なんか愛犬が亡くなっちゃう時も、急になんか今会いに行かないとダメだと思って会いに行って、その日になんかバイバイしちゃったから、あるんですよね、きっと。なんかそういうのあるんですよ頭に、うん、直感めちゃくちゃあります。第6感と直感だから、なんか親とかもなんか私のその直感がありすぎて怖いって言われますもん。第6感とか、そうそう、いい感じ。うん、うん、うーん、マークシート得意って実力じゃないじゃん。そうですね、実力ではないです、直感の実力。うん、おはようございます。あ、白うさぎさんが起きた、かわいい。寝てる間にマックスにボコボコにされてたよ。でもね、あとね5分くらいで終わっちゃうんだ。うん、
に占い信じてる。いいやつを信じますよ。はい、いいやつは信じます。第6巻って曲いい曲だけどね。聞いてみます。誰の歌だろう。じゃあそろそろランキングを読みます。13位からですよね。13位からやんな。よし、13位はプトラビラレガワさん、12位は肉味噌なの。あ、すごい、ナオッチョバナータの絵じゃん、かわいい。11位ミツノリ、10位ハリーのドラクさん、9位はジジリモンさん、8位は鉱石さん、7位はイマチさん、6位はテンさん、5位はトモヤンさん、4位はただのメガネさん、3位はカズさん、2位は白ウサギさん、1位は水飲んでる間にボゴられたもちもち。イエーイ、ボゴりました。見てくださってありがとうございました。はい、皆さんおやすみなさい。バイバーイ。